はい、こんにちは。どうもこんにちは。中ご無沙汰でございますけども。すごい、はい、すごいご無沙汰ですね。ご無沙汰ですよ、本当にね。春くらいだったか、やるはずだったのが、うん。そうそう、思い切り都合がつかなくてね。はい、はい、すいません。もう本当になんか、待ってる方がいらっしゃいましたらね。どうもすいませんでした。どうもすいませんでした。うん、はい。なわけで、まあまあ、元気ですか、はいはい。まあ、いや、元気かな、ちょっといろいろあってね。まあ、やっぱ厳しいですよ、もうこの、ね、今。厳しいよね。もう、しんどいですよ。もう、お金もないですね。ねえ。で、しかもね、今ね、もうちょっとね、歯直しに行ってるんですよ。もう大変なんですから、もう、健康診断行ってくれとか言われて、もうまともに歯、健康診断も行ってなかったからね、結局歯抜いたりとかいろいろするのにね、結局、なんか異常があったりしたらダメだからって、もう行け行けって言われたりとかね、で、この前なんかもね、結局、もう、歯周病とかの検査とか受けたら、もうあなたダメだから。ダメだから。そうそう。もう、悪い血が溜まってるから、全部なんか、麻酔打ってなんかもうこの口の辺の感覚がないまま、なんか、ガリ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 指摘とか削られるわけですよ。で、なんかすんごい悪い血がドバッと出てきて、いやいやいや、もう、ほんと、ね、20年ぐらいほっといたらもうそうなりますか。いやいや、20年ほっといたのか。そうですよ。ほっといたらマラソンマンみたいな状態ですよ。すごいなぁ。すごいなロレンソリエ、本当にそういう状況ですけどね。はいはいはい。でもね、歯はね、自力では治んないからね。はいはいはい。そう、やっぱりメンテナンスは必要ですよ。ね、そうですよ、じゃないとね、パンパラみたいになるわけですよ。そうです、そうです。歯は抜いた方が健康にいいみたいな。そう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 。ね、いやいや、というわけでね、そんな、まあ、ちょっともうこれで何ヶ月ぶりか、2ヶ月ぶり?2ヶ月ぶりくらいかな。まだなんか寒い頃だった。ちょっと暖かくなってきたねくらいだったかもしれないから、そのくらいだって、その間でも結構いろんな対策とか公開されてるわけじゃないですか。新仮面ライダーとかね、コナンとかね。コナン当たってるね。ああ、コナン当たってますよね。逆に新仮面ライダーがあんまり当たってないっていうのが。しかしさ、小屋の数がさ、っていう。まあ、コナンもドーンだけども、だって、あの頃、そうそう、だから、エンパイア・オブ・ライトを、英国から来た友達とね、私は2回目だったんだ、それ。で、見に行こうって言って、その友達はもうすぐ帰るって言うんで、で、見てるって見てないって言うから、すごい映画だし、彼も知ってるっていうか、じゃあ一緒に見に行こうよって。もうね、仮面ライダーで埋まっちゃってんすよ、映画館。で、もう探して探して、でも1日1回とかなの。その、いろんなとこ探しても。しかも、朝早くとか、夜帰れない時間とかの1回やってるって言っても、これやってないに等しいじゃん、みたいな。それで、18時の回っていうのが1日だけあったの。それで、前の日に気がついて、それで、予約しようとしたらば、もうほとんど埋まってんのね。一番前のこことここ、二列目のこことここくらい。あともう全部埋まっちゃって、そんな大きな確かに劇場ではなかったんだけれど、もう慌てて、どうするどうしたら、ここよりはこっちがいいとかっていうからで、選んで、で、これ東方シネマズだったんだ。東方シネマズの小さい劇場、隣のビルの地下。で、行ったらば、もうソールドアウトって出てるの。完全にもう満員です。でもさ、そんだけ見たい人がいるわけじゃん。普通ね、それだったらね、多少開けるとか、あれもね、結局、仮面ライダーなんか、結局もう、東映の偉いさんがあれじゃないですか、記者会見の時にね、もう東映が全世界に送るみたいな、そういう、あれ、もう行っちゃったから、その手前ね、やっぱヒットさせなきゃいけないんで、東映って結局あれがあったじゃないですか。レニーズの&バターぐらい。そうそうそう。だから立て続けでしょ?そうそうそう。アニメが結局もう、スラムダンクとか、結局、ワンピースが大ヒットしてるのに対して、やっぱちょっと、実写がまあ、ちょっと元気がないから、やっぱそこでヒットさせなきゃっていうところもあったんでしょうけどもね、それにしてもちょっと、ねえ。いや、まあ、仮面ライダー、新仮面ライダー、俺は面白かったですよ。すごい大好きですよ。安野さんの趣味って考えると、あれってすげえなんか、合点がいくんですよ。で、なんか、ちょっとネットニュースとかで、あれだ、お荷物、小荷物、佐々木武史がね、ちょっと、苦言呈したとか言ってるけども、あれって割と、仮面ライダー、すごいリメイク版で、普通大体2号ライダーで結構扱い悪い部分で多いじゃないですか。
あれ結構なんか2号ライダーに関しても光当ててるし、うん、俺はすごい新仮面ライダーって大好きだったんですけども、うんうんうん、なんか世間の評価あんまり良くないですよね。世間の評っていうか、だからやっぱり求めてるものが、なんかね、皆さんね、それぞれ違ったり同じだったりとかって、だから一方でリピーターもいっぱいいるわけですさ。あれはね、うん、だって、俺の知ってる人でもうなんか十何回見てる人いますからね、勢いって。なんだっけ、うん、入場者得点がこんなに集まりましたとかさ、はいはい、ありますよね。でも最近やっぱアニメなんかでも結構入場者得点何週目何週目って結構ありますもんね。そうだから、それをそれが欲しかったのにとか、だからそれを狙ってもう一回来ましたとか、うん、はいはいはい、もうアニメなんか本当にこの毎週なんか敷地がもらえるっつって、ね、毎週変わって変わってみたいなね、うんうんうん、まあでもそれでもね、行ってくれるのはまあ、うん、ね、映画館にね、そうです、うん。だから映画館に行こうっていうか、そうそう、うん、なんかほら、うん、映画の、入場料金が上がるというニュースがあったよね。うん、ありますよね、うんうん。まあちょっとその辺のニュースは、ちょっと後で、またちょっとやりましょう。うん、その前にまず、ちょっとね、今回5月公開の映画をちょっと、パンパンとやりましょう。どれ行きます？どっから行く？始まってる感じの、これが気になりますよね、やっぱり。宇宙人のあいつ。宇宙人のあいつ。この、メンツがすごいですよね。いやー、もうこんな濃い兄弟いるのかよっていう。うん、まあ、中村智也はともかくとして、うん、だって、四東京に、はい、木村に行き、うん、伊藤沙莉っていう、もうこの、四兄弟。個性の塊みたいな。うん、親をね、うん、早く亡くして、兄ちゃんが、うん、育ててくれた。この日村のね、兄ちゃんですよね。で、兄ちゃんが街道沿いでさ、はいはい、焼肉屋をやってるんで。おで結構人気。はいはいはい。うん、でもまあ、それぞれにこうね、ドラマがあって、うん、まあ、みんな一生懸命、うん、なかなかしたたかに、はいはい、生きているんだけども、ある日、うん、次男坊が、うん、すいません、僕、宇宙人でした。星に帰ることになりましたって、任務がね、はいはいはい、終わったんでっていう重大発表があって、でも兄ちゃんは知ってたんだな。兄ちゃんだけはみたいな。で、宇宙人でしたっていきなり言われても、うん、みんな困るし。まあまあそうですよね。ね、うんうん、で、まあ、その、次男坊、うん、宇宙に帰るという、火星に帰るらしいんだな。はいはいはい、調査に来てたんだって。火星人なんですか、うん、火星人なの。うんおうん、で、うん、帰るんで、でいつ帰ったの3日後みたいな、そういうこと早く言えみたいな感じでね、うん、その3日間の大騒動なんですが、まあとにかく、うん、もう本当に困った人たちっていうか、愛すべき、うん、ね、もう、もうね、この3人で、中村倫也もあれだけど、この3人がね、うん、もうちょっと、もう、うん、もう熱苦しくて好きみたいな。そうですよ。まあ、伊藤沙莉ね、うん、この中だと伊藤沙莉実際に会ってますけども、うん。うん、いや、伊藤沙莉可愛いですよ。可愛いよ、うん。もうね、この映画ですんごいチャーミング。声もね、うん、はいはいはい。いいよね。あれもいいですよね。うん、で、もうね、さ、4人兄弟の唯一の女の子って感じ。うん、はいはいはい。ああ、はいはい。だけど、ね、結構、その、なんか私生活ではさ、うん、こうなんか、不器用な感じで、うん、男と別れるの別れないのとかさ、うん、なんかみんないろいろあるんですよ。はい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 、うん。まあ、癖あれ、しかし、本当にこの並びすごいでしょ、うん、ねえ、うん。今、お兄ちゃん仮面ライダーですよ。そう、お兄ちゃんね。うん、お兄ちゃんもう大変、お父ちゃん、お兄ちゃん繋がってるし、お兄ちゃん仮面ライダーだし。もう、だから、どんな兄弟みたいな感じ。でね、この四国が舞台なんですけどね、はいはいはい、なかなかそのローカルな感じもいいし、で、そこになんかこう絡んでくる、ね、その昔の幼馴染っていう、うん、あいつのこといじめてたっけ、どうだったっけ、みたいな。で、なんか復讐されたりとかさ、なんかみんな本当に、本当にいろいろあって、うんうん、でまあ仲のいい兄弟なんです、うん、毎朝ね朝食は一緒に食べて、うん、はい、はいはい、今日の、うん、はい、今日は僕が喋りますみたいな感じで、うん、ね、なんかいろいろ長期宇宙人のバレであと3日の間になんかいろいろやるわけでしょ、そう、いろいろそのやりたいことはお前なんだみたいな、うん、あとやらせたいこととかって、はい、徳島行って徳島ラーメン食うとか、そうそう、うん、その中にね、なんかこうリストみたいなのがね、うん、こうあって、でそのリストに果たして入ってたのかどうか分かんないんだけど、ある時ちょっと人騒動あって、うん、でその兄ちゃんがその、うん、今日どうすんだっけって言うと、うん、ポツンと、だから、うん、徳島ラーメン食べに行くはずだったと、まあ、火星人が言うわけだ、宇宙人が、はいはい。だけど結局流れちゃうのね、その徳島ラーメン行く、行けないで、まあ、行けなくなっちゃうんだけど、その話をさ、うん、先輩にしたんすよ、ちょっとここから私の話。で、徳島に大学の先輩がいるのね、時々話してるね、はいはい、ここの、うん、社長の先輩でもある、うん、大学の英検の大先輩。はいはい、もうありとあらゆるものを英検の先輩で手で作っちゃう人、うん、紙コップを2つくっつけて、うん、スプレーかけて
迫撃砲みたいなとか、はいはい、みどみさん知ってますかって、うん、痛くない鉄条網の作り方、うん、いや教えてくれなくても結構ですみたいな、うん、で残すんですよ、うん、何本かねこうね、あの針金を3本とか4本くらい重ねて、うん、でその間に輪ゴムをですね切って結ぶ、うん、何本か結ぶ、うん、結ぶねじる、うん、スプレーかける、うん、ほら痛くない鉄条網の出来上がるみたいな人なんですよ、はい、あの映画制作では必要不可欠ですよね、うん、ありとあらゆるものがねその辺のもので作れちゃう、はいはい、でその先輩に徳島に燃える人なんで、うん、ラーメン研究家で妖怪研究家なんで、でこの間そういえば、うん、T さん T 先輩、うんうん、徳島ラーメンに行くはずだったってセリフが、うん、宇宙人のあいつにありましたよって言ったらば、うん、もうね、うん、燃えちゃったんですよ先輩はいはい、はい、でその宇宙人がね、うん、その宇宙人も大好き、うん、徳島ラーメンっていうのをこうアピールしたいと、でも、私は大学で心理学を学んでいたので、うん、人間の記憶には誤りもあるので確認したいと、うん、でも映画が始まる前に、うん、スタートする前に始まあのスタあの確認したい、いや映画ライターの宇宙人のあいつ、うん、映画ライターの私が言ってるんですよ、うん、って言うんだけども、うん、ダメなのでいろいろね、なんか、うん、あの配給会社とかなんかあり、今監督までたどり着いて、はいはいはい、徳島ラーメンのセリフあります、うん、ということで、はい、宇宙人も大好き徳島ラーメンの宣伝ができますと言われて、はいはいはい、なんかもう大変でしたよ。それその人は勝手に言ってるだけでしょ。そうでもまあラーメン大使だからね。あ、やっぱ徳島ラーメンというとスイッチが入っちゃったと。そうです、あの、はい、NHK とかにもねラーメン研究家で出てますからね。あ、なるほど。やっぱり、うん、あなんか違うスイッチ押しちゃったみたいな感じもありますが、はいはい、一応徳島ね、一応うちの亡くなった親父の一応故郷でもあるんですけどね。そうなんだ、うんうん、で、はい、次どうぞ、うん、ここにちょっと気に、あ、で19ですね。19だね。あと、うん、あとはこれソフトアンドクワイエット、あ、これだ、はい、これはさ、もう、うん、本当に、うん、本当に本当に嫌な気持ちになる、あすごい映画です。すごいですよ、2020年代最大のブチ切れ問題作とか、うん、吐き気するほど恐ろしいとか、うんうん、で主人公は幼稚園の先生なの、うん、はいはいはい、綺麗な女性、まあ、あの白人の、はいはい、絵に描いたような白人の綺麗な女性、うんうん、でまあその彼女がその幼稚園から、うん、帰るところっていうか、はい、あの始まるんだけれども、まあ彼氏もいる、うん、でまあそこのあたりでちょっと一瞬なんていうのは、うん、彼女のこう差別的な視点っていうのが見えるシーンがあるのね、はいはいはい、そのちょっと居残っちゃった、うん、でお母さん迎えに来てないその子供と一緒に過ごす、うん、じゃ あの一緒に待っていてあげましょうねみたいな優しい先生、うん、とても綺麗な、うん、でそのでそのお母さん迎えに来て帰る、はい、でそのあたりからちょっと不穏な感じな、うん、あのが見え隠れしてくるの、はい、で途中である女性にばったり、これ森の中みたいなとこなんだよね、うん、あってね、それでその一緒に、あ、じゃあ初対面のどうもね、なんかね、うん、初対面の子も含めて何かのこう集まりがあるらしいの、うんうん、はい、その彼女この後、うん、でその教会のなんか一室を借りて、うん、それでそのなんか女の子でもないな、女性たちがちょっと年齢も、うん、ちょっとバラバラな感じなんだけども、うん、が集まって、でまあ美味しいものを食べて話をする、はいはい、たわいのない茶会みたいな感じなのかなと思ったらば、はいはい、そうじゃなくて、うん、その私たちは、うん、その白人以外の人間に、うんうん、その搾取されてると、あ、はいはいはい、いう話になるわけです。はいはいはい、なん、あ、そういう人たちね。そうで、その私たちは、で彼女はまあだからそのナチスいうところのアーリア系みたいな感じ で、はいはい、でその私たちを守るために、うん、そのグループを立ち上げます、はいはいはい、みたいな。あのたまにネットとかツイッターで見るあのめんどくさい人たち。そうです、めんどくさい人たちだったんですでみんなめんどくさい人たちはそれぞれなんかお店のオーナーだったりなんだったり、うん、でまあその有色人種を雇わなければいけない、はい、あるいはアフリカの、誰々にこんな目にあったとか、自分は正しいのになぜ彼らだけが優遇されているんだろうっていう、うんうんうん、
もうどんどんエスカレートしていくわけ、うん、それで、うん、途中でねその教会の牧師様かなその貸してくれた、うん、その牧師様はその彼女たちのその集まりがこんなものだったってことに気がついて、うん、帰ってくれと、はいはい、いうわけ、うん、もうそのここにはいさせないって、うん、でもう彼女たちはもうブーブーで帰るんだけれども、うん、でそのうちの一人 の、 そのお店スーパーマーケットという、うん、個人商店やってる、はいはい、そこのにちょっと集まってじゃあこの後私について飲みましょうみたいな、うん、その主人公、うん、でそこにアジア系 の、 その兄弟が買い物に来る、うん、姉妹、はい、でワインを買いたい、うん、でもその彼女とその中 の、 その人一人というかつながっていたりもするんだよね、うん、それであなたに売る、あなたたちに売るワインなんてないわ、みたいな感じで、うん。で、彼女たちはなぜそんなことを言われるのかわからない、うん、みたいな、うんうん。で、そこからさらに、そのエスカレートしていって、はい、まあ、一悶着あって、で、彼女は、の一人は、一番高いワインを買って帰るわけ。なけなしのお金だよ、それこそ。はい、うん。で、でも収まらないの。で、彼女たちはどうしたかっていうと、うん、あの子の家知ってるから今から押しかけよう。ここで押しかけた先でも悪夢のようなことが次々と起こるっていう、はい、でその主人公の彼女をその迎えに来た、うん、そのか彼氏っていうか、うん、夫がそのもうやめようぜこんそんなことって、うん、店でも止めるんだけれど止めきれずに、うん、その一緒に行くことになって、はいはい、もう地獄を見ることになるんだけどもう それがどんなのかもうだからエスカレートしていく、うん、そのヘイトっていう、うん、もう本当にでそれがねリアルタイムでまあ描かれていく、同じ時間私たちは過ごすんだけれど、うん、いやもうね本当にね思い出すだけでもねゾッとするような話ですよ、はいはい、これ、うん、本当まあもうこの絵面だけがもうね、うんうんこれは、まあ、ブラムハウスのね、はいはい、ああブラムハウス、そうブラムハウスのでもちょっとだからブラムハウスだけれども、はいはい、ちょっと異色なっていうか、うん、だからこそかな、ね、ブラムハウスって割とそういうところで、ねうん、ギリギリ作る作品って多い、例えばあのハロウィンなんかでも、うん、最近のあのハロウィンのあのハロウィンキルズなんかでも、うん、結局あのなんか扇動される市民たちみたいなところを描いてる、うん、でハロウィンジエンド今度のそうそうあれなんかでもやっぱりちょっとそういったヘイト的な部分っていうのをちょっとチラチラと社会的な通念、うん、その今の社会的な状況っていうのをチラチラと入れ込む技術っていうのはあれすごいじゃないですか、うん、ブラムハウス、そうそうそう考えるとやっぱこれ納得いきますよね、そうだからまあね、うん、作られるべくして作られたのかなっていう、でもそれがさその女の子うん、まあ主人公ステファニーそのエステス、うん、エミリー主人公なんだけども、はいはいはい、まあすごく綺麗な女の子、うん、まああとおばさんだったりとかまあそれぞれ家庭もあって、はいはい、でその娘がいるとか子供がいるから、うん、もうそこまではとかって言いながらエスカレートしていくっていう、うん、あのそれも結局ね今例えばあのよくニュースでやってるのが、うん、例えばあのネットで真実を知った人たちっているじゃないですか、うん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 、あのまあまあ具体的な名前出さないけども、うん、やっぱあのなんかちょっとあの右に行ったり左に行ったりして、うん、なんか極端な、なんかあの思想、例えば最近だとトランプとかあの辺の、うんうん、あれに酔っちゃう人たちって結構、うん、あの、なんかそういう体質のない一般の、うん、なんか本当に今まで良き父や母だったりとか、うん、妻だったり、そういう人たちが、結局そういう思想にパーンと なんか一瞬でなんかハマっちゃうっていうのってあるわけじゃないですか。うんうん、だからこれの恐怖っていうのは本当にそういうところなんですよね。うん、ねで、まあね、うん、その全員その女性である、はいはいはい。で、女は女に、うん、その、うん、もう信じられないような行為をするわけ。うんはいはい、もう行き着くとこまで行っちゃうって、まあどういう展開かっていうのは映画館でね、うん、見て、もらうとしても本当にすざましい。うん、なんか胸くそ悪くありそうな映画ですよね。ただ胸くそ悪くなるけども、うん、ここまで、うん、でも本当そうだね、ここまで来てるのかとも思うし、この後見た後にちょっといろいろ喋りたくなる、考えたくなる映画でもあるので、うんはいはい、ぜひ見てください。うんはい